カナダに2年間留学している高校生です。日本人の友達やツイッターユーザーはこれだから日本はと言って日本をけなすシーンを要求になっています。自分もそう思っていたのですが、留学を経験して休憩性健康福祉において日本はかなり優秀だと思います。日本のパトリオティズムの低さの原因は何でしょうか。いい部分と悪い部分があって、僕も割と悪い部分はちゃんと指摘する派なんですよ。で、褒めてもしょうがないって僕は思うタイプなんですよね。まあ友達とかでもそうなんですけど、なのでここはなんか間違ってるから直した方がいいよっていうので、まあ会社の仕事とかもそうなんですけど、ここ良くないから直した方がいいよとかっていう指摘をした方がより良くなると思ってるんですよね。で、そのより良くなるために言うっていうタイプと、なんかいいところを見つけてここいいよねっていうので、その悪いところに目をつむるっていうタイプの人がいて、で、そこのなんか性格の問題なのかなっていう気もしてますけども。